町や村の皆さん、それにサレンリアの子供たちが寄付してくれたお金、すごくすごくありがたいです。みんなの思いにきちんと応えなきゃ。そうですね、温泉に来てくれる人たちにも本当のエリザベスパークを見てほしいです。にぎやかで温かい、いつも通りの私たちの居場所を。町や村の皆さん、いろいろな町や村へ行商に行って、たくさんの人たちと交流していたおかげです。それだけじゃなくて、真昼さんの温かい人柄あってこそですよね。そう真似できることじゃありません。町や村のみ恩返し、どうすれば報いることができるんでしょう。みんなが喜んでくれること、そうですね、それなら私は温泉の居心地がもっと良くなる案を考えてみようと思います。まひるさんの服、とってもかわ…は、違いました。大人の魅力にあふれていますよね。ですよね、かわいいものはかわいいんだから仕方ありません。まひるさんの大人の魅力は内面にあるので大丈夫です。そこは自信を持って言えます。まひるさんの服、そんなキョトンとしないでください。まひるさんにはきちんと大人の魅力があるはずです。あるはずなんです。まひるさんの服、なるほど、そういう視点から見れば確かに大人の魅力というのも嘘には。私はきちんと大人っぽいと思ってますからね。頑張ってるりんちゃんを見るの本当に新鮮です。いつもあんな風ならいいのにと思いつつ、だらけてるりんちゃんが恋しい複雑な心境です。そうですね、あのりんちゃんですもんね。ってそれはいいことなんでしょうか。本当に複雑です。頑張ってるリン、ご褒美をあげ続ければ頑張ってくれるんでしょうか。うまく理由をつけてご褒美はもらいつつサボられそうな気がします。リンちゃんは本当に、いえ、何でもありません。頑張ってるりんちゃんを見るの本当に、自分のためにも頑張ってくれるといいんですけど、
人のために頑張れる方がすごいことですよね。リンちゃんは気づいてないでしょうけど。あの立て看板、人目を引いてくれていいですよね。送ってくれたカルミナのプロデューサーには感謝しないと。目の付けどころが違いますよね。不思議な組み合わせが印象に残ります。入り口に置くにはぴったりです。あの立て看板、人目を引いてくれていいですよね。送ってくれた。一緒に遊んでみますか。私は牛さんの方から顔を出しますね。もうなんちゃって。あの立て看板、人目を引いてくれていいですよね。クリスティーナリゾートスパ、そんな名前にしたかったんですか。温泉を作ってくれた人の望みは叶えてあげたいですけど、さすがにそれはどうなんでしょう。あなたと一緒にいろんなところへ配達に行って、改めてまひるさんの凄さを知りました。私もあんな風に立派な大人になりたいな。まひるさんと同じにはいかないでしょうけど、私は私なりに人に優しく明るく生きていけたらいいな。これからもまひるさんを間近で観察しようと思います。あなたと一緒にいろんなところへ配達に行って、改めてまひるさんの凄さを知りました。自分にできることをやっているからですか。そうですね。背伸びせずに今できることをコツコツこなして、少しずつまひるさんに近づいていこうと思います。あなたと一緒にいろんなところ…なんで言い淀むんですか?確かにまひるさんは小さくて可愛らしいところもありますけど、これは別に見た目が子供っぽいと言っているわけじゃなくてですね。あの半蔵って人、まひるさんに乱暴して本当に許せません。なんだか変わった格好をしてますけど、何者なんでしょうか。そういう趣味ってことですか。それなら変わった格好なんて言っちゃいけませんね。乱暴なのは良くないと思いますけど。あの半蔵、かっこいいですか。そうなのかな。人の趣味はそれぞれですもんね。あなたがああいう服を着たいなら否定はしませんよ。
あの半蔵って人、真昼さんに乱暴して本当に許せません。なんだか変わった格好をしてますけど、何者なんでしょうか。あんな格好をした知り合いまでいるんですか。その子はいい子なんですね。じゃあ悪い人が着る服ってわけでもないんですね。謎が深まります。リンちゃんの鎧すごく可愛いですよね。お母さんからもらったものっていうのも素敵です。もっと着ればいいのに。確かにあの鎧は重いから見回りには向きませんね。鎧が必要な仕事は危ないものしかないし、うまくいかないものです。リンちゃんの鎧すごく可愛いですよね。お母さんからもらったものっていうのも素敵です。もっと着ればいいのに。確かに鎧なんて物騒なものは着ないに越したことはないんですけど、あのリンちゃんは反則です。ブカブカなのが本当に可愛くて、お願いしたら着てくれたりしませんかね。リンちゃんの鎧すごく可愛いですよね。お母さんからもらったものっていうのも素敵です。もっと着ればいいのに。贈り物を大切にしたい気持ちはよくわかりますけど、使ってこそ喜ばれるものもあると思うんです。まあリンちゃんが無事でいることが一番ですけどね。リマさんは本当に力持ちで頼りになりますよね。いつも助けられてばかりだから恩返しがしたいですけど、さすがにリマさんをおぶったりするのは難しそう。可愛らしいアクセサリーとか喜んでくれそうですね。リンゴ型のペンダントなんてどうでしょう。今度作って送ってみようと思います。リマさんは、私がリマさんの上に乗りながら戦うんですか。確かにその方がうまく戦えそうですけど、もっと他の案はありませんか。リマさんが喜んでくれそうな。リマさん、体を鍛えてもリマさんをおぶるのは難しい気が。 いえ、何事も挑戦ですよね。調子のいい日に訓練してみようと思います。え、冗談だったんですか。あんな形で湧いた温泉が役に立つなんて思いもしませんでした。こんなことがなければ持て余し続けていたんでしょうけど、みんなに喜んでもらえるものになって
本当に良かったです。あの派手な見た目も娯楽施設としてはちょうどいいんですかね。私にはよくわかりませんが、子供たちは笑っていたから正解なんだと思います。笑うのは正解なんでしょうか。あんな形で湧いた温泉が役に立つなんて思いもしませんでした。こんな温泉に加えて綺麗な景色、本当に至れり尽くせりですよね。これに搾りたてのミルクが加われば最高なんですけど。必ず取り返しましょう、大切な牛さんたちを。あんな形で湧いた温泉が役に立つなんて思いもしませんでした。こんなことがなければ持て余し続けていたんでしょうけど、みんなに喜んでもらえるものになって本当に良かったです。早く牧場を取り戻してみんなで温泉に入りたいですね。あなただけは、その温泉は一緒に入れないかもしれないですね。ごめんなさい。半蔵さんたちはどこに消えたんでしょう。ニャットちゃんと痕跡をたどったんですけど、全然追えなかったんですよね。闇から闇？そういう魔法ってことですか？それなら確かにニャットちゃんじゃ追えませんね。え？違う？それなら一体どういうことなんでしょう？半蔵さんたちは、そうですよね。悪いことをした報いは必ずあるはずです。もし見かけることがあったら、今度こそ捕まえます。その時は、あなたも協力してくださいね。半蔵さんたち、確かにあの人たちは神出鬼没だったので、ありえない話ではないですね。警戒を怠らず、より一層警備に力を入れましょう。